ごめんなさい、今お菓子食べてました、すいません。それじゃあね、ホスピタル6人の医師、45回目じゃあね、すいませんね、ちょっと緊張感のない始まり方で始めていきます。はい、前回フンヌの殺人者終わりました。でね、事件で革命者って名乗っていた犯人なんですが、彼はね、どうも電話をしてただけなんじゃないかな。でね、レイジングボマーと革命者はね、別人だったんですよ。で、真犯人のレイジングボマーによって、革命者を名乗っていたスティーブンが殺害されました。で、そこまで謎を解いた、ミラさんなんですが、その後ミラさんのうちに荷物が届きます。その荷物に、まあ、爆弾が仕掛けられていたんですね。クマのぬいぐるみが入ってました。で、ミラさんのうちによく遊びに来ていたアリッサっていう女の子が、そのクマのぬいぐるみを持って喜んでて、爆弾でね、やられちゃいます。はい、前回はそこまででしたね。じゃあ今回その続き、いきます。タイトルは、はい、食材の追撃。それじゃあスタートします。くそ、どこもいっぱいだ。長くは持たない。どこでもいいから受け入れ先を探して。しかもね、ちょいと時間はかかるが、リザルガムまで飛ぶぞ。もう少し、もう少し、ワリさん頑張って。ええ、お願いするわ。じゃあ、アリサ、ダメよ、なってはダメ。あなたは生きる、生きなければならないの。お願いよアリサ、あなたは生きて。安心しろ。約束だ。必ず救ってみせる。声が止まった。不思議ですよね、彼。彼はこの病院へ来たばかりなんです。いろいろあって。でも大丈夫。彼なら必ずアリッサさんを助けてくれます。必ず。ええ、そのために私たちはいますから。それにそんなにうつむいていてはアリッサさんに笑われてしまいますよ。あ、ミス君島、どちらへ？あなたの言う通り、このままじゃ私はアリッサに笑われる資格もない。ここは任せろ、アリッサ。必ず迎えに来る。未来。君島博士、大丈夫ですか？声が大きいわ、リトルボーイ。静かに話して。あ、失礼。気になったもんで、つい。問題ないわ。FBI から連絡は入った。犯人の情報が欲しい。あ、はい。
こちらへ回すよう手配してあります。グレイ、すぐに戻るわ。こちらにヘリを回して。私の手で必ず。霧島博士、本当に大丈夫なんですか？ノープロブレム。状況整理するわ。新しい情報は。そのことですが、周囲に散った爆発物から手がかりになるものは何も発見できませんでした。荷物を受け取った配達局から検出された指紋も博士と配達員のものだけで。続けて。あ、はい。配達記録は手元へ戻ってきていますのでお返ししておきます。うん、呆れたものね。まだ気づかない。どういう意味ですか？ボマーに結びつく手がかりはない。本当にそう思うのかしら。何か分かったんですか？オフコーシェ、私はそのためにいるのだから。エクスキューズミー、なぜ黙るの？いえ、何でもありませんよ。ただただ昔のあなたに戻ったような気がしたものですが、ドクターの気持ち。無駄口ね、捜査官。さあ、急ぎましょう。はい、それじゃあやりますね。ちなみに、今アリッサのオペを CRS-01 と、トモエさんか、橘トモエさんが、今必死にね、助けようとしています。はい、それじゃあスタートしますね。リトルボーイ、ここまでの情報を整理するわ。はい。連続爆破事件の真犯人、レイジングボマーの正体はスティーブン・エルドレッド、つまり革命者ではなかった。ええ、本当の犯人はぬいぐるみに爆弾を仕掛け、そしてそれを君島博士へ送りつけた人物ですね。至急あの配達記録をたどるように手配しましょう。郵便物の移動経路をたどればボマーのことも。その必要はないわ。え、それまたどうしてです？気づかないかしら。もっと身近に怪しい人物がいるわ。誰ですよそれは？私が最もボマーに近いと予想する人物、それは。マネージャーの名前ってエイダン・ポズナーだっけ？配達員の女、これがな、結びつくかどうかなんだよな。多分同一人物だと思うんだけど、まだ何とも言えないから、とりあえずこっち。どう？あ、まさか。そう、荷物を届けに来たあの配達員が怪しいわ。ではボマー自身が君島博士に爆弾を？それはいくらなんでも犯人にとってリスクが高いのでは？根拠はあるわ、それは。配達員の女性をボマーと考える根拠はカーボン粒子です。そう、私の手についたカーボンは受け取りのサインをした時のもの。あの配達員は電子サインが壊れたと言っていたわ。でもエイダンやスティーブン、事件の被害者の指先にはどちらにも私と同じカーボン粒子の付着が見られた。なるほど、だから二人とも利き腕にカーボン粒子か。ええ、つまりボマーは私と同じ手口で二人を殺していたのね。そしてもう一つ、彼女が女性だということ。どういうことです？わからない。
では聞くけれど、ボマーが自分の正体を隠すために用意したブラフは何だったかしら。これが革命者ですね。多分金払ってたんじゃねえかな。そう、スティーブン・エルドレッドを金銭で雇い、彼に犯行を予告させた。でもこの犯行予告さえボマーの仕掛けた罠だったのよ。それは革命者の犯行予告に仕組まれたボマーの罠とは、これはあ、声が無加工だったことですね。これによって、レイジングボマー自身が男性だと捜査時に思わせました。そうね、声を無加工で流したの。それも作為的にね。じゃあボマーは。私たちはいつの間にか舞台に上げられていたわ。犯人は若い男だというボマーの作り上げた舞台にね。なるほど、あの女がボマーなら辻褄が合いますね。でも一方ではまだ解決できない謎もあるわ。それは一連の事件でボマーが行った行為のうち目的が不明なもの、なんだろうな。革命者を男に選んだのは今話した通りですね。舞台を作るため。入金理由、金を払うのが嫌だから殺したってこと。もっと要求されたか。犯行予告を流した理由、まあこれはあれだよな、理由か。目的は不明なもの。革命者 A はだからその犯行を行わせるために入金したでしょ。で舞台を作るために男を選んだでしょ。犯行予告を流した理由、これもまあよくわかんない。趣味、まあわかんない、挑発的な態度だったよね。でもなぜ革命者を殺したのかっていうのもわかんないですね。そうね、ボマーにとって革命者は自分を守る殻だったはず。なぜその彼をボマーは殺したのかしら。リトゥーボーイ、何でしょうか。アリッサの自宅はどうなったの。残念ですが全焼後倒壊しました。現場としての機能はもう。そう、分かったわ。では革命者の部屋を調べましょう。以前調べたはずでは。今だから分かることもあるはずよ。あなたは例の入金を調べて。スティーブンへの謎の入金ですね。了解しました。すぐに手配します。必ず捕まえてみせる。それが私の食材だから。はい、ミラさんもう完全に、検視官の立場を超えてます。まあね、 FBI に協力してるからしょうがないよね。じゃあちょっと現場検証いきますよ。ここは一度調べた現場だわ。闇雲に調べても情報は集まらない。今知りたいのは真犯人であるレイジングボマーの情報。革命者が私と同じ方法で殺されたと仮定して、何か情報が残っている場所があるとすれば。その辺だね。
これは毛髪ね。長さは40センチ程度。どう考えても革命者のものではない。黒い毛髪ね。これは詳しく調べる必要がありそうね。うん。爆発の攻撃の量。あったわ。配達記録ね。これがボマーからのものなら、重要な証拠が潜んでいる可能性がある。それは。革命者の部屋から発見された配達記録に残されているであろう重要な情報とは筆跡は違うな。匂い、違うな。指紋、指紋だな。そう、私の時と同じように指紋を検出できるかもしれないわ。そう、もし爆弾を届けたのが私の時と同じ女性であれば、この玄関の床には彼女の足跡が残されているはず。革命者はスティーブン。スティーブンの性別は男性。一方の配達員を女性とすれば、足跡は当然異なる特徴を持つよね。さあ、まずはスティーブンのものと異なる足跡を探しましょう。うわ、なんじゃこりゃ。スティーブンの家に残された彼自身のものではない足跡。分かりづれ。これだ。そう、この足跡だけ大きさやパターンが他と異なっている。この足跡を採取して分析に回してみましょう。よしよし。よしよし、見せろ。じゃあ分析しますよ。まずは配達記録からかな。革命者の部屋で発見した受領書。ボマーによって彼は爆死させられています。その手口がミラの時と同じだったら、ここに指紋がね残ってるんじゃないかっていう考えです。リトルボー、これを見つけたわ。分析お願い。これは配達記録ですね。ではまさか。ええ、おそらくね。以前は気にもしていなかったけれど。わかりました。ラボに回してみますので少々お待ちください。はい、これで分析中になりました。で、足跡をですね、次やりましょう。これはスティーブンの部屋の入り口に引いてあったマットから、足跡をね、調べて、彼以外の靴跡、それをね、見つけることができました。これを分析していますね。ヘイ、リトゥーボーイ、この足跡を分析にかけて。ええ、わかりました。少々お待ちください。なるほど。何か分かった？ええ、靴跡のサイズは27センチですから、算出されるこの人物の身長は推定で170から180センチですね。私に爆弾を届けた女性もそのぐらいの身長だったわ。ええ。ああ、それから靴裏の模様をデータベースと比較しました。グレイト。販売店を絞り込めそう？
まあそう多くはありませんが、それでも100店舗以上あります。絞り込みは人海戦術で当たりますが、時間はかかってしまいそうですね。絞り込めたとは言い難い状況ね。分かったわ、引き続き調査をお願い。分かりました、何か分かり次第お知らせしますので。次この毛髪いきますね。これは、革命者スティーブンの部屋に落ちていた毛髪です。長さから見て彼のものではないみたいですね。じゃあちょっと分析しましょう。黒い髪の毛ですね。リトルボーイ、この毛髪について何かわかるかしら。ねえお待ちください。あれどうしたの。いえ、この髪黒く染めていますが、実際の色は赤毛ですね。はい、ごめんなさい、ちょっとねこの時点でやっぱり僕はあのマネージャーが怪しいと思いますね。赤毛、その髪をボマーのものだと断定できる。はい、そこまではボマーの DNA サンプルが必要になります。そうね、でもこの毛髪がボマーのものである確率は高いわ。え、それはまたどうしてです。これは状況証拠にしかなり得ないのだけれど、リトルボーイ、あなたは知っているかしら。純粋な赤毛の持ち主はこの国内にたった 2-3%、 つまりほとんど存在しない珍しい色だということになるのよ。へえ、そうなんですか。それで、それと事件にどう関係が。考えてみなさい、その髪は染められていたのでしょう。ええ、その通りですが。その髪がボマーの髪だと仮定すると、色を染める理由は何かしら。それはですね、はい、革命者が、スティーブンの部屋で発見した毛髪がボマーのものだとする場合、髪を染めていた理由ですね。髪が切れて落ちやすいから、姿が目立ちやすいから、手入れが面倒だから、白髪が目立つから赤髪、今ミラさんも言ってましたね、赤い髪は珍しいって。そんな人がうろちょろしてたら目立ちますよね。だから姿が目立ちやすいから髪を染めました。 That's right、 その通りだな。もしボマーが赤毛ならそれ自体が特徴になりうるし、万が一目撃証言が出れば容易に身元が割れてしまう。だからボマーは赤毛を黒く染めたと考えられないかしら。なるほど、確かにそう考えれば黒く染めてある理由も納得できますね。それに髪を染めている染料はヘアマニキュアのようです。ヘアマニキュア、洗って落とせる染料のことね。そうであれば目撃証言のたびに髪を染め替えることもできる。つまりこの髪は並走の役割も果たしていたことになるのね。ねえ、でも証明できない限り今の話は推測の域を出ませんよ。分かっているわ、証明するには DNA の照合が必要ね。とにかくいい推察にはなったわ、引き続き情報を集めてちょうだい。分かりました、何かあればすぐにお知らせしますので。キミシマ博士、配達記録の分析結果が届きました。どう、何か出たかしら。ええ、ビンゴです。この受領書に付着した指紋は2つ。1つは革命者である受取人スティーブン・エルドレッドのもの、もう1つはそれ以外の人物の指紋です。常識的に考えればこの指紋は。カムダウン、焦ってはダメよ。この指紋の主が誰なの、それを調べる必要があるわね。うん、市の配達記録、これはミラさんに届いた配達記録、これは、革命者スティーブンに届いた配達記録と合成できます。そうね、これらの情報は統合しておく必要があるわ。リトルボーイ、ちょっといいかしら。ええ、構いません。
何でしょうか。私と革命者、二つの配達記録に残された、ん、本人以外の指紋同士をすぐに照合してほしいの。なるほど、わかりました。少しお待ちください。どうかしら、指紋は一致した？ええ、完全に、間違いなく同一人物です。グッド、これで一つ重要な事実が証明されたわ。二つの配達記録に残された指紋は荷物を受け取った本人のものと。はい、二つの配達記録に残されていた指紋は、荷物を受け取った人間の指紋と、荷物を見送った人間のもの、荷物を受け取った人間のもの、荷物を配達した人間のもの、荷物を開けた人間のもの。荷物を見送ったってどういう意味だ。これは荷物を配達した人間ですよね。そう、荷物を配達した人間のものだけだったはず。つまり指紋が一致したのなら、革命者に爆弾を届けた人物は、はい、これは革命者に爆弾を届けた、要するに荷物を届けた人物はミラのうちに来た CIFM ってとこですね。これはミラのいるとこです。ミラのいるところに届けた女性配達員が一緒の同一人物、要するは、要は。あ、君島博士、その女性についてですが。はい、ごめんなさい、携帯が鳴りました。大体予想がつくわ。存在しない、そうでしょ。あ、ええ、そうなんです。運送各社に問い合わせたのですが、該当するような従業員はどこの社にも確認できません。もちろん君島博士に宛てた荷物を扱った形跡もありませんでした。あの配達員がレイジングボマーの正体でしょうか。どうかしら、あるいは革命者のように利用されただけか。それはこれから調べていけばわかることよ。わかりました。いずれにせよ彼女はマークしておく必要がありますね。指紋はどうなの？データベースと照合は済んでいる？無論です。データに一致はありません。彼女がレイジングボマーなら完全な新人ということになりますね。恐ろしい話ね。全く犯罪歴のない新人がすでに4人の人間に死のプレゼントを送り届けた。そういうことになりますね。だとすれば厄介な相手です。まあ、私は博士に影響がなければ一向に構いませんがね。リトゥーボーイ、そういう発言は控えなさい。おっと、失礼。とにかく奴の手口は割れましたね。ええ、もう一度事件の流れをまとめてみましょうか。まずボマーは犯行に際して自分のブラフを用意したわ。そのブラフとは。はい、これは革命者ですね。そう、革命者はスティーブン・エルドレッドだわ。ボマーは革命者に電話で犯行予告を行わせた。それも一切加工を施さない本人の声のままでね。この行為によってボマーは私たちを犯人は男だとミスリードした。一方でボマー本人はターゲットに親しい人物の名を語り、郵送を装って被害者に爆弾を送り届けたわけですね。ええ、これまで仕掛けられた爆弾は全て至近距離で爆発している。つまり爆弾の起爆するきっかけは、これは起爆の方法ですね。荷物の蓋を開くと爆発かな。そうね、おそらく荷物の蓋を開いた瞬間爆発するようにセットされていたはずだ。でも私の時は違う。ボマーは次元式の爆弾を使った、うん、そういえばなぜ博士の時だけそんなことを。当然よ、少し考えればわかることだわ。え、どういう意味です？わからないかしら。それは
はい、ミラー手の爆弾を時限式にした理由として予測できるのは、警備が厳重だと予想した、標的を変えてアリッサを狙った、自分の逃げる時間を稼ぎたかった、同じ手口に飽きてきた、4つありますね。まあ CIFM だから、あそこは警備がね厳重なんですよ、やっぱりね。なので逃げる時間、警備が厳重だよな。まさか奴はそこまで。では聞くわ、特別捜査官。 FBI に協力する私の写真がタブロイドに載った場合のセオリーは、犯人の報復を恐れて身辺の警護を厳重にするですか？そういうことよ。実際 CIFM の警備は普段より厳重だったわ。ボマーは確実に私を殺す必要があった。入り口で荷物検査が行われていれば、荷物の蓋が開けられて私の元へ贈り物が届かないことを予想していたのでしょうね。なるほど、だから荷物を開けられてもすぐには爆発しないようにしたわけですね。ええ、だから私がすぐには荷物のそばを離れないようにメッセージカードまで用意したの。荷物の中身に添えてね。私もあの時アリッサがいなければ。手強いですね。そういう相手よ。残った問題は、荷物を配達した彼女がボマーの正体であるか否か。状況から見て彼女が最も怪しいことに間違いはないのですが、どうもその本人が危険を冒して爆弾を届けるというのが。それにもし彼女がボマーなら、革命者は殺害前に気づくのでは。そうね、でもそれは革命者が事前に彼女の顔を知っていればの話だわ。な、考えてごらんなさい。革命者の部屋で起こった出来事を。ボマーのメッセージは PC の画面を通じて流された。革命者への連絡手段もあの PC だけだったのかもしれない。しかしそれだけで顔もわからない相手にですか？悲しいことに、技術の進歩に人の心は決して追いつかないものね。でもボマーはなぜ革命者を殺したのかしら。おっと、報告を忘れるところでした。 What's up? 突然大声を出さないでもらえる？ああ、失礼しました。その革命者の話なんですが、奴の入金記録を調べたんです。やはり定期的な入金があったようで、しかもこの入金がある時期とピタリと一致するんですよ。ある時期？なるほど。つまりその時期とは。はい、革命者スティーブンですね。スティーブンへの定期的な入金と時期が一致する出来事、これは犯行予告の日付、これだろうな。ご名答です。さすが君島博士。当たり前よ、話を進めてちょうだい。ああ、はい。入金は全部で4回、いずれもが犯行予告のあった日の近辺や同日に振り込まれており、最初の3回は$5,000、最後の1回のみ$10,000が振り込まれています。うん、最後だけ金額が多い。ええ、そうですね、間違いありません。その入金の後、彼は雇い主だったボマーによってターゲットに選ばれた。入金された額の変化は革命者の殺害と関係があるのかしら。なるほどね。どうしようかな、ちょっと長くなりそうだな。
じゃあごめんなさい、今回は一旦ここで切ります。事件のまとめの最中ですが、ごめんなさい。はい、それじゃあね、また次回ちょっとまとめの続きをやっていきましょう。はい、それじゃあね、今回もご視聴どうもありがとうございました。実況は誠がやらせていただきました。はい、それでは失礼いたします。ご視聴どうもありがとうございました。